覚悟はできています。行きましょう。明日の朝、ミゼラはここからいなくなる。それを思うと…カナタ、起きてるか？ナッシュ、どうしたんだよ、こんな時間に。俺はやっぱりこんなの嫌だ。何を言っているんだ？お前は知るべきだ、本当のことを。だからついてこい、修道院まで。わかった。ただし、夜の道は魔物もいる。ナッシュは俺の後ろを歩くんだ。守ってあげるから。またそれかよ。何も知らないくせに。さあ、行こう。当たれ！イリアボーム！はっ！これで、イグナイトフィラー。大丈夫、すぐ終わるわ。愛は避けられないんだ。はっ、決着をつける。限界を超える。剣を吠えろ、ライジンストーン氷河。癒しと呼べず、ヒートエイジ。後悔なさい、咲き乱れる知らぬいのごとく。他の命をほふりし効果。綺麗ね、ブリムベールロンド。エンショック。人間撃秋サザメ。さあ行こう。次で最後ね。決着をつけるわよ。ああ、決着をつける。限界を超える。剣を吠えろ、ライジンストーン氷河。はっ、
ス掴んじゃったかも。先行は任せたぞ。まあ、ほどほどに頑張るわい。よーし、出発進行。修道院に明かりが。こんな時間なのに誰かいるの？そこにいるのは誰だ？しまった、見張りに見つかった。見張り？君はカナタ君、どうしてここに？どうしてって、それは俺のセリフですよ。こんなところで何をしてるんですか？中に誰かいるんですか？それは中には誰も近づけるなと言われている。息子とて例外ではない。追い払うぞ。聞いた通りだ。怪我をしたくなければ立ち去れ。襲ってくるぞ。武器を構えろ、カナタ。どうしてこんな。切り開いてみせる。そするつもり？修道院で一体何をしてるんですか？話してる場合じゃないだろう。やるしかないのか。邪魔だ。
刻んで跳ねろ、リーサルペイン。出てこなければやられなかったの。怪我をしたのか。このくらい大したことない。それよりお前は早く中に行け。そこにミゼラがいるはずだから。ミゼラが？入り口の方には来れたけど、ドアには鍵がかかってるみたいだ。でもあの窓、あそこからなら中が見えるかも。いるんだ。もう一度言ってみなさい。約束してください。こんなこと私で最後にするって。約束してくれないのなら私は行きません。お前にそんなことを決める権利があると思うのか。それなら、はあ、ナイフなどを隠し持っていたとはな。で、そんなもの自分に向けて何のつもりだ。商品に死なれたらあなたは困るはず。お願いします、約束してください。私で最後にするって。ここにいる他の子供たちはちゃんと人間らしく扱ってください。何か勘違いしているようだな。動くな。しっかり押さえつけておけ。まったく、危険なおもちゃは没収だな。人間らしく、何を言っているのだか。物を物として扱って何が悪い。せっかく相手好みの綺麗な服を着せてあげたんだ。暴れて台無しにはしてくれるなよ。ん？よく見れば、ずいぶん安っちい髪飾りをつけているな。触らないで。外せ。お前の値打ちが下がる。いや、絶対に外さない。口答えするな。ミゼラドアを破壊して。ミゼラから離れろ。俺がみんなを守ってあげる。決まりだ。リブレーシエンド。逃がしたよ。アレンザ。やるな。大丈夫だ。リップ、ソア、刹那の巨人、バニッシュフロー。バイオレットハイ。飛びな。オーセンサー。俺のやるべきことがある。はっ、ふっ、ゴー、ここだ。これでもか。はっ、
わかった。同行する。一体何をやっているのさ。そうか、見たか。ちょうどよかったかもしれないな。どういう意味。聞きなさい、カナタ。修道院の孤児たちのことだ。お前にはまだ話していなかったがね、ここの子供たちは商品なんだ。子供は高く値がつくんだ。男なら労働力として、女なら俗物の慰み物としてね。どちらにも使えない欠陥品ならばらして内臓でも売りさばけばいい。とても有用なんだよ、子供というのは。わざわざ拾い集めて育てるだけの価値がある。何を言ってるの、言ってるの。今までここにいた子たちを何人も売りさばいてきた。しかし私もいかんせん年でね、買い手を探すための長旅も体に応えるようになってきた。だからカナタ、そろそろお前に継がせてあげよう、この商売を。まあ初めは不安だろうが大丈夫だ。私もまだ手伝いくらいはしてやれるし。ん？どうした？ふざけないでよ。何わけわかんないこと言ってるんだよ父さん。どうしたカナタ、何を怒っているんだ。何言って、おかしいでしょ父さんの言ってること。子供たちを売るなんて、そんなの。どこに問題がある。ここにいる子供たちは私が拾ってきた。放っておけばのたれ死んでいた命だ。それを拾って育ててあげて、挙句有意義に使ってあげるんだ。商品として扱ってあげることがあの子たちの幸せに決まってるじゃないか。違う、違う、全然わからないよって言ってるの父さん。本気だとしたら父さんは人間じゃない。何をそんなに動揺しているのか。ああ、そうかそうか、お前は不安なんだな。偉大な父と同じことができるのか。大丈夫だカナタ、だってお前はよく言っているじゃないか。孤児たちを守ってあげる、助けてあげると。違う、違う。よかったな、お前は同じ血の流れる私の息子だよ。違う。うわ、そう、
そうだ、ちょうどいい。うこれをお前の初仕事にしよう。ミゼラは美しく育ってくれたからね。とても高く値がついた。拾った甲斐があるというもの。最高の恩返しだ。カナタ、これを明日お前が買い手に渡しなさい。ああ、そうか。お前もミゼラを気に入っていたな。もちろん知ってるよ。父親だからな。じゃあこういうのはどうだ。買い手と交渉して少し分けてもらうというのは、うまくやれば腕の一本くらい置いていってくれるかもしれないぞ。いや、足の方がいいかな。顔と体さえあれば量はこと足りるだろうし。黙れ。ん？黙れ黙れ、もう聞きたくない。いやだ、もうたくさんだ。俺はミゼラは誰にも渡さない。私に逆らうのか。どうしてしまったというのだ、カナタ。うるさい。俺は このくらいなら余裕ね。素直になりなさい。お前は私の子供なんだ。俺はえい。疾風、ソア刹那の巨人、マジック不能。どうだ。大変だ。これでおしまい。インフィニット。は。受けろ。当然優雅賞。燃えろ。ブレイズナックル。たまにはかっこいいところ。やっ。おら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 決まりだ。くらえ、仮の鉄骨リングテスト。ぶっ飛べ、レイズラッシュ。やるな。痛い思い覚悟して、バーチャスロー。どうしてわからない。私は子供たちのためを思ってやっているのに。違うよ、そんなの間違ってるんだよ。ずっと尊敬してたのに、父さんみたいになりたいって思ってたのに、どうして父さんは正しくないの。ミゼラのナイフなど拾ってどうするつもりだ。脅しなら無駄だ。お前には何もできはしない。もっと人を、兵を呼んで捕らえさせてやる。お前のような聞き分けのない子は。させない。